え、そんな計算にはならへんような気がするな。年取りすぎ、年取りすぎやな、うん、え、27。そうすると今平井さん11個足すと42だ。1個違う、1個ずれてるんですか。え、サバ読んでます。そこから疑うか。どこ90、ほら93から94に急にトリップしてるから 2足してるか。まあ、1か。キヨミさんは間違えて。でそこは2やねんけど、96年。96飛ばして90、24、25、26か。まあ、26。なるほど。この辺になってきたらさ、もうなんか、なんでも良くなってくる感じ。もう、まあ別にいいかみたいな。もう当たり前。29が2回続けますね。あ、これ03年が30ね、うん、そう、もういけいけ、全部決勝、うん、実質2位って言われてたの何年？分からないね。俺は実質全部1位やと思ってたけど。今いいっすね。かっこいい。ちょっとカメラ目線で。実質1位やと思ってた。言うていかんとね、自分で言っていかんと。みんな言うてくれはれへんから。これ松竹では、あ、この辺りにあのガハハキングとかで増田岡田が優勝してましたよね。うん、へえ、うん、そうね。なんかやっぱりいろんなところでそういうのがあって、あ、2回、1回目が中川家とか。そうだね、2回目がそのあたりはもうあのググったらいいんじゃない。どんどこどんとか、え、どんどこどんとか。2回目が誰かな。2回目は増岡じゃん。2回目は増岡だか。3回目が、あ、そっか、ふっと、ここにはもう入ってると戦ってるわけや。うん、へえ、4年自体まさかの。うん、もうやめるっていうから。お笑いを、うん、M1 が嫌やっていう。なんで？いや、なんかすごい緊張するんちゃう。えで、この辺なんてめっちゃ M1 勢いあるじゃないですか。だから俺ずっと出れると思ってたんやけど。この頃、見てました？見てます。僕、その絵で言うと、99年から始まる、うん、オンエアバトル。オンエアバトル、オンバトとかも出てたね。めっちゃ見てました。オンエアバトルで僕アメリカ大会に、ね、オンバト見てたでしょ、みんな。見てました、見てました。めっちゃ覚えてますよ。うん、オンバトめっちゃ見てた。オンバト見たことない。でもやっぱオンバト多いですね、見てたわっていう方。オンエアバトルはもう見てましたね。無敗シーンは。あ、何分の何で出てたもんね。うん、半分、10組出て5組オンエアされる。16回。16回、16戦16勝、すげえ、うん、もうグレーシーやんな。だって元気やもん。え、ひゃー言うてた。だから何歳この時。僕、平井さんの10個下なんで16歳。消していいんじゃない、その辺のデータバスッと。バスもういいじゃん、もう。ちょっと待って、あれ写真撮っとく。あ、四角いの、四角いの。あ、後ろ裏の、裏にありますよ、あそこに。あったあった。もうそんなん忘れてまう。いや、こんなん別に。いやいやいや、はい、大事。だからもう、俺もうバーン来て、でーん、もっともっと、そうそうそう。何歳？16。16っす。どこで？嫁ざり。どこで？オンバト、オンバト。オンバトで。99年の時。99年。流れ16歳。お、オンバトでアメザリ見たことあるっていうの、今アンケート取ってもらったんですけど。ないもん、ね。66% ある。うん。まあ、今中学生とかだったら分かんないですけどね。だからもう今ビデオ録画もしないじゃん。私ってもっと前にデビューしてる。おお、そうだって18今回。え、嫁ざりはもうデビューしてるよ。どこで？もっと前。私15でデビューしてるから、嫁15歳の時にもうデビューしてんねん。ここで？97年ぐらいか。もうちょっとウィキ見てみましょうか。え、ウィキ見て。やっぱりウィキヤンマガでスター学園とかやってた時に、ああ杉村慎一、うん、
の時ヤンマがだって一番最初に出たもん。そう、うちの嫁が最初に出たのがヤンマがや。あのグラビア、ミスヤンマがとかじゃないよね、グラビアよね。時とアミとかで出たヤンマが。だ時ととかもっと後やな、はい、うん、あの子はもっと後。だって嫁15、中学の卒業式の日にスカウトされた。96年、北海道で何言うて、卒業式終わってみんなで打ち上げられてボーリング行こうって言って、うん、街歩いてたら声がちょっとちょっとと、へえ、お姉さん、お姉さん、かわ い, いよね。あ、今もうね、ねえ、マネージャーさんも綺麗ね、ねえ、すごい。あ、女の人から声かけた。そう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 。めっちゃ可愛い。え、マネージャーさんも綺麗やね。卒業後の進路何になろうとしとった？あ、でもその時はもう高校はバイト頑張ってお金貯めて、うん、卒業したら東京出てきてそういうのやろうと思ってた。え、あ、すごい。それ何きっかけ？ってか誰を見てとか誰になりたいとか。いじめられたきっかけ。見返してやる。見返してやる。寂しくて。私はもう故郷を捨てて、なんか上京してやると。なんかいろんな人が知ってくれたらいいなって。そしたら声かけられた時はもう来たーって感じ。そう、あ、ラッキー。へえ。まだ出会ってないよね。全然。どこで出会うの？あ、でもいつだっけあれ、あれ、あの番組。カンテレかな。クロスしてるわけ。乗ってき北のタクシーって。ああ。北野誠さんが大阪でやってた番組があって、そこにゲストでうちの嫁が来ててんけど、俺はなんかねコーナーで車を洗車するコーナーみたいなのがあって、それちょっとお笑いチックなものが。知ってる人おるかな、乗ってけ。いやー、関西の人だったらもちろんこれね、ご覧になられてる方関西の人も多いと思うけども、太田さんは見てる。だ、その時太田くんが何歳ぐらい？大学ぐらい。見たことあるっていう人もいますね。で関西に出たんか、その時。それが発見したのが、結婚してたまたま私がビデオを持ってて、自分が出た回。そう。それで、あれこれ俺出てたねみたいな感じになって、ちょっと見てみようしたらいたの。いろんな現場におったっけ。別々だけど、後ろが別ですれ違ってはいる。なるほど、私番組出てるわけ。なるほど、すごい。同じ回に99年か2001年。あ、この辺、ここからここにかけて、のどこかで進出希望通乗ってきたの。うん、っていうのをやってたんかな。そう、あ、今バンブーパインって出たけど、その後バンブーパインとか出だすんやけども、あ、まあでも97年あたりで嫁ざりはデビューしてるし、俺も東京に行き出してるっていう。東京に行き出してる。これも東京来てるわけよね。へえ。97年、俺大学3年生、東京に来てる。東京来てる。僕も東京に来てる。来てる。上京してきてるから大学。どこ大学？大学、日大の芸術学部。ね。はい。うん、エコダで。映画撮りたい言うて。映画撮りたい。おお。言って出てきてるな。この時小林は。僕はね、97年だったら8歳ですね。東京出てる、ね、大阪府茨城市に住んでます。茨城市でまだ出てきてないね。まだ出てきてないですね。追いつけ追いつけ。8歳。小学4年生ぐらいですかね。もうおっさんたちはもうこの辺りでもう若さの勢いでボーン言うてブイブイ言うてた時ですね。行ったるかーみたいな。東京いいねー言うて。流れはまだ地元やな。はい、まだですね。全然まだですね。おー、この辺多分僕そこら辺あれですよ、エヴァンゲリオンにめっちゃハマってる頃かもしれないですね。広島で。広島ね。まだ14歳、中学2年。まだ広島。多分ディズニーランドぐらいだったら来たことあったかもしれないですね。なるほどね。東京に来てるって。8歳。まだ一桁ですからね、俺。まだ8歳やもんな。まだ8歳やもんね。半分やもんね、まだこの時ね。あ、そっか。ここで平井さんに至っては3倍ですね。ほんまと。でももうだから俺らからもうしたら見てたよね、ずっとこの辺は。ほんまともそうやし、見てますね。 M1 も見てますし、うん、
0405でデビューして、あそうどこで、どこで、いやまだずっと後よ、あの私仕事かもうしょうがない仮面ライダーブレードの終わった年だよ、ね、終わった年、うん、じゃあブレイド何歳の時だろう、ここから2004グラビアをずっと続けたの、グラビアしつつドラマとドラマ出たり役者バラエティ CM とか2004年に仮面ライダーブレードだ、いっぱい見ました僕、あれ今 YouTube とか見れるの、もうないよ ね、ほとんど見れないよね、あれはあるかも、マクドナルドの CM とかなんか見たことある、へぇー、それ、ね、オーディションも受けていっぱい聞くけどオーディションいっぱい受けたそうへぇー、あとあれ韓国行ってました、あ、韓国だね、どこあれどこだろう、その時にあれボニータやったっけ、ボニータ、うん、さっきコメントでバー流れてた、 CM 出てたのって言ってる人いる、出てたんやで、写真集も何冊、何冊だろう何冊かどなたか調べていただいて本人たちが全然持ってない、ありがとう、雑誌、写真集、CM、うん、ボニータの中にはアニータも入ってたのやっぱりあのアニータ、あのアニータ、あ、5冊出てますね、リーダーとしてウィキペディア信じればあ、人気者で行こう、そうそうそう、え、うん、人気者で行こう、そう、今みんなで検索しまうまあ嫁ざりもやっぱ適当やったね、ハイボール、丸ごと絞り、日本外資、NGK、うん、トヨタ自動車、日本マクドナルド、うん、丸ごと湯道、うん、ビデオとかじゃない、ビデオ、ビデオも4つ、ビデオ、CM、 はい、なんとなくこうみんなもねこれを見ながら当時のあテレビあんな感じだったかなっていうのが分かるじゃないですか、ここもじゃあまあまあ経験期というか10代嫁ざりまあそうやね10代やしね、うん、この間ちょっと行くけど恋とかもしたの10代恋ですか、恋とかのしてんじゃない、いやだってそんなもんふるさと捨てて行くわけよ、うん、親はまず何て言うた、あ、親はお母さんは別に良かったけど、うん、お父さん反対して、まあ反対するよね、あそうです、そんな芸能なんか言うて、そうで私高1の時に、あ高1まで札幌の高校通って通いながら仕事してて、はい、大変、仕事なんの、東京に仕事ある時に飛行機乗って通ってて1年はそうなんだ、ちゃくちゃ大変、高2から東京の高校に変わって、あなるほどなるほど、一人暮らし、その時あれ一番最初はあの極楽友の加藤さんの奥さん、今えっ、あの子と ほぼ同期で事務所も一緒で二人暮らししてて、いや言わへんやろ何やったら、何やったらニコ生でも言わへんよそんなもう言うてもうてるけど、言うてもうてるネタですよ、だいたいもうみんなそうじゃない、当時やからつながってるんだ、そうもう同期ってこと、同期、あのテレビに出てた、出てる加藤かおりちゃん、はい、あーへー、だってもうこれはウィキペディアに追加されるってきてますもんね隠してもいないけどそうだったんですよ、事務所が一緒で二人暮らし、うん、どこでちなみに、三茶めっちゃいいとこ住んでますね、リアルでグッとくるから、いいとこ事務所駒沢だったから、あーなるほど。